こんにちは、ひまりです。今回のテーマは、教科書では教えてくれないハードな縄文人の性事情についてをご紹介します。育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めないと、昔の歌詞にもある通り、人の価値観は本当に様々ですよね。時代や文化が異なれば、好き嫌いや価値観はもちろん、美的感覚やタブーも千差万別です。そして私たちが他者とコミュニケーションを図る上で無視できないのは、恋愛、性愛についての感覚の違い。例えば日本でも、江戸時代にキリスト教が伝来するまでは、一夫一妻の考えは根付いておらず、さらには明治時代になり、キリスト教ベースの低層観念が浸透し、法整備がされるまでは一夫多妻制でした。確かに戦国時代などは、これまでご紹介してきた通り、武将たちは多くの側室を持つことが許されていましたよね。奈良時代、平安時代頃にはすでに一夫多妻制は珍しくなかったことが文献などから分かっていますが、もっと遡って、例えば私たちのご先祖、縄文時代などの恋愛事情はどうだったのでしょうか。今も私たち現代人の中に 12% は受けて継がれている縄文人の DNA、 縄文人の男女の夜の営みなくして今の日本人はいないわけです。今回は、縄文人はどのようにパートナーを決めて恋愛関係を育み、そして子孫を残していったのかを掘り下げていきたいと思います。あくまで遺跡などに残された痕跡から、こうだったのではないかという推測になりますので、ご了承ください。そして途中ちょっとハードな表現もあるかと思いますが、ご注意ください。それでは行ってみましょう。歴史をおさらい。縄文時代とはどんな時代だった？まずは縄文時代の始まりからおさらいしていきます。今から1万3000年ほども前の日本でのことです。長い氷河期が終わり、厳しい寒さが温暖化へと移り変わる頃、人々は土器の表面に縄で模様をつけた縄文土器を使い始めます。この特徴的な土器を使っていた時代のことを縄文時代と呼びます。ここは皆さんも教科書で習ったところかと思いますが、縄文時代はなんと1万年ほども続いており、その中でも作られる土器の色や形は、私たちが教科書で見て知っているものからだんだん変わっているんですよ。その土器の特徴などから古い順に、草創期、早期、前期、中期、後期、晩期と6つに分けられています。縄文時代の前の旧石器時代の人々について。旧石器時代の日本列島にいた人類、つまり縄文人のさらにご先祖は、木の実や山菜などの採取や漁のほか、大型の哺乳動物や時にはウサギやネズミの祖先の小さい哺乳動物を飼って暮らしていました。鹿やイノシシなどの動物は季節によって餌や子育てのために広範囲に移動を繰り返します。そのため人々もキャンプのような簡易的な住居で鹿やイノシシを追いかけながら暮らすといった移動生活が主体となっていました。約2万年前に氷河期のピークが過ぎると、今度は地球規模で温暖化が起こりました。ちょうど縄文時代頃は晩氷期と呼ばれ、その気候は数百年単位で寒冷期と温暖期が入れ替わり、短期間のうちに激しい環境の変化が起こっていました。そのような急激な気候変化によって、それまで日本列島を覆っていた杉やヒノキなどの針葉樹林が減ってゆき、代わりにどんぐりなどの実をつける落葉紅葉樹林が西南日本から太平洋沿岸地帯に広がっていきました。花粉症だから針葉樹林が減るのはありがたい。しかし気温が上がることによって、マンモスやトナカイ、オオツノジカやナウマンゾウなどの生息環境は悪化してしまい、約1万年前までにはこれらの動物は日本列島からほぼ絶滅してしまいます。この頃から温暖化は問題だったのですね。縄文時代早々期には道具に大きな変化が起きた。旧石器時代から縄文時代へとまさに移り変わろうとしていた早々期には、いくつかの特徴があります。まずは道具の出現です。旧石器時代にはなかった磨いた石斧や石槍、食人、断面が三角状の霧、半月型の石器、有形戦闘機、矢頭剣巻などの石器群がこの時代になって数多く発見されています。さらに
その中でも使い続けられる石器群、廃れてゆく石器群が目まぐるしく入れ替わってゆきます。縄文人は DIY 精神豊富だったようですね。また先ほども言った通り、この頃の日本は数百年単位で急激な気候の変化が起こるため、植生や生息する動物の分布、海岸線なども移動しますが、そんな環境の変化にも対応できる道具がどんどん開発されていったのも大きな特徴です。縄文早期にはキャンプ生活から定住生活へ。時代は進み、縄文早期になると人々は集落を定め定住生活へと落ち着きます。鹿児島県の隔離山遺跡では16棟の縦穴式住居や33基の煙突付きの台所などが発見されています。この縄文早期の隔離山遺跡では、まず一つの集落内での縦穴式住居の数も大幅に増えており、さらに途中で住居を増築したり修復したとみられる遺跡など、早々期の掃除山遺跡や前田遺跡にはなかった特徴が見られます。また住居の中央に広場を設けていたのも早期の集落に見られる大きな特徴です。天気のいい日に子供を広場で遊ばせたりしていたんでしょうか。堆積した火山灰などから同じ時期に作られたと推測されている上野原遺跡でも46棟もの縦穴式住居や多数の遺跡が発掘されています。住居の大きさと数から、縄文早期には縄文人は規模の大きな定住集落を作るようになっていたと推測されますね。縄文早期の前半には関東地方にも縦穴住居が普及していき、45箇所で300棟を超える数の縦穴式住居が発掘されています。その中で最も大きい集落とされるのが24棟の縦穴住居と多数の土坑が見つかっている武蔵台遺跡。東京都府中市で住居は半環状に配置されていました。早期前半の遺跡では石を食器や調理器具に加工して使っていたことが分かっていますが、鍋のように使っていたとみられる加熱調理用の土器も集落に暮らす人数が増えたため大型になり、出土する数も増えています。移動せずに腰を落ち着けて暮らす定住生活では、植物性の食料、特にどんぐりなどの喧嘩類が彼らの食料のメインとなっていたはずです。縄文早期の人々は木の実や山菜などを採取するほかは魚を取ったりして暮らしていたと推測されています。縄文時代の意外とグルメな食文化と経済。縄文時代では人々は地域や季節に合わせて採取、狩猟、漁猟を組み合わせて生活していました。その時一番旬のものを口にしていたのですね。その種類は幅広く、哺乳類60種以上、貝類350種以上、魚類70種以上、鳥類35種以上、植物55種以上に上ると言われています。縄文人かなりグルメです。弥生時代になると稲作が伝わり生態系が変わっていきますが、縄文時代ではまだ畑や田んぼで自分で食料を育てるという選択肢は少なく、あくまで採取、狩猟、漁業で得た食料資源が足りなかった時のための保険といったレベルでのみ行われていました。季節を通して安定的に食料が取れるようになっていったとはいえ、時折起こる気候変動や災害で壊滅的な被害を受ける集落も多く、その日に食べるものを採取して生計を立てていく採取経済にも限界が近づいていきます。縄文時代後期からはこれまでなかった弓矢を武器として使用することが増えていきました。シジミ塚貝塚やタガラ貝塚といった縄文後期から晩年にかけての遺跡からは、石の矢尻の刺さった鹿やイノシシの骨が多数出土しています。落とし穴の罠で大型の哺乳類を捕獲していたとされています。その他にも佐賀貝塚からは縄文後期のものとみられる鹿笛や、里浜貝塚の縄文晩期頃の層からは生地が見つかるなど、縄文人は巧みに狩りを行い貴重なタンパク源を取っていたようですね。縄文時代の早期までは人々は洞窟に住んでいましたが、前期頃からは台地の上に縦穴式住居を作るようになります。当初は3棟程度しかなかった集落も中期頃には十数棟規模にまで増えていきます。さらに中期以降には平地にも建物を作るようになり、縦穴式住居以外にも掘立柱建物というものも見られるようになりました。
大型の建物も集落内に増え、人々は順調に発展していきます。縄文時代の激しい気候変動。縄文時代は1万年ほどと長く続いており、その間には大規模な気候変動も何度も経験することとなります。特に日本列島は南北に長い形をしているため、現代でも北海道と沖縄とでは全然気候が違うように、気候も地形もバラエティに富んでいます。2万年前に氷河期のピークが終わってから6000年前頃までは、地球の気温は少しずつ温暖化していきました。縄文早早期から前期にかけては、なんと日本列島は100メートル以上もの海面上昇を経験しています。6000年前頃は海面が現在よりも4メートルから5メートルほども高い縄文海進と呼ばれる状態で、海岸部に面した遺跡の分布を考える上で参考にされています。また早早期の日本列島には乾燥した草原が多く広がっていましたが、一部で落葉樹の森林も出現し始めます。地学的には北海道と現在の北方領土である樺太は縄文時代にはつながっていたと考えられ、さらに津軽海峡と北海道は冬には氷でつながり、本州と北海道を歩いて移動ができたのではないかと考えられています。瀬戸内海は縄文時代にはまだ存在しておらず、本州、四国、九州、種子島、屋久島、対馬は一つの大きな島となっていました。日本列島ではなかったのですね。この大きな一つの日本と朝鮮半島の間は幅 15km ほどの水路でしたが、氷河期が終わり温暖化が進むと海面が上昇し、この水路の幅は広がり、対馬海峡となりました。暖かい対馬海峡が日本海に流れ込むようになり、日本海側には豪雪地帯が出現します。今の北陸地方あたりですね。春にその雪が溶けると、その雪解け水によって日本海側にはブナなど森林が形成されていきます。縄文後期には気温は温暖化から再び寒冷化が進み、海水面が低下していく海体という現象が起きます。これにより関東では貝がよく取れていた干潟が一気に縮小してしまい、これ以降は貝塚も見られなくなっていきます。その一方で西日本や東北では低湿地が多数出現し、低湿地に適した文化がまた新しく生まれていきました。それまでは中部や関東では栗がよく取れていましたが、土地の実が急速に増えていきます。目まぐるしい気候や地形の変化にも縄文人はそれに対応し進化を続けていたのですね。いよいよ縄文時代の恋愛事情とは？さて、お待たせしました。いよいよ今回の本題へと入っていきます。今でこそ SNS や婚活パーティーなどで遠方に住む人とも出会ったり交流ができますが、縄文人たちの出会いはどこで始まるのでしょう？縄文人たちの一般的な集落では15から20人ほどで共同生活を送っており、周囲は血縁者が多かったようです。そのため女性が年頃になっても集落内でときめく出会いをすることはなかったはずです。もしかしたら兄弟間、あるいは親子間での禁断の恋もあったかもしれませんが、近親相姦によって生まれる子供には障害があることも多く、また縄文時代とはいえそうした関係はタブー視されていました。縄文人と聞くと原始的な生活を想像してしまいますが、縄文時代は思った以上に列島内での交流や交易が盛んでした。伊豆諸島の八丈島にある蔵和遺跡からは、関東や東海、近畿地方を中心に遠方では青森の土器も見つかっており、縄文人同士は全国各地を移動して交流していたことが分かっています。といっても当時の海の移動手段といえば手作りの小さな丸木舟です。あとは陸路をひたすら歩いて進むのみ。かなりハードな長旅だったでしょうね。縄文人の最高級ブランドといえば長野県産の黒曜石でしたが、この黒曜石が近隣の遺跡でもよく出土していることからも、縄文人がかなり積極的に物流を行っていたことがわかります。このことから自分の集落に集落以外の人間が訪れる機会というのもそれなりにあったとされ、縄文人の年頃の男女の出会いはこうしたところから生まれていたようです。長く過酷な旅をして物を運んできてくれた旅人を集落では手厚くもてなし、
その間に年頃の娘と恋に落ち、子供が生まれ、旅人はその集落で暮らすというロマンチックなこともあったようですが、集落としてはただ子種があれば誰でもよかったのではという考えもあります。それを裏付けるかのように、縄文時代には石棒という男性器を模した遺物も多数出土しています。女性や妊婦を表現した土偶が多数見つかっているのに対し、男性は男性器だけを表現した石棒のみが見つかり、男性全体を表現したものは出てきていないことから、当時は男性イコール子種としか見ていなかったのではないかと考えられています。他にも近隣のいくつかの集落が拠点集落と呼ばれる大きな集落に集い、大きなお祭りが開かれることもありました。こうしたイベントも恋が芽生える場として活用されていたようです。現代でも夏祭りでの高揚感のまま付き合い始める男女もいますよね。集落内には血縁者が多いため、このようにして外部から新しい血を入れつつ集落を維持していたと考えられています。縄文人女性の初産は18から19歳と考えられており、当時は寿命も短かったことを考えると出産年齢が意外と遅いように思えますが、今よりも栄養状態が安定していなかったことを考えれば、初潮が始まるのも14から15歳頃と推定されますので、やはりこのぐらいの年齢で子供を産んでいたと考えるのが妥当です。一人の縄文人女性でだいたい4から6人ほど産んでいたと言われていますが、縄文時代の中でも気候や栄養状態に幅があるため、最も安定していた縄文時代中期の女性はもっとたくさん子供を産んでいた可能性もありますね。縄文人の短すぎる寿命。縄文人の平均寿命はとても短く、男女ともなんとたったの 14.6 歳という推計があるそうです。めちゃくちゃ短いですね。これは圧倒的に乳幼児のうちの死亡率が高いためで、その過酷な乳幼児期を生き抜いて15歳まで成長した後の平均寿命はというと、それでも男性で 16.1 年、女性で 16.3 年とわずかに女性が長く、どんなに長生きできたとしても31歳くらいという寿命だったそうです。そんな過酷な時代ですから、なんとか子孫を残さねばと縄文時代の人々は性行為に心血を注いでいたというのもうなずける話ですね。もし赤ちゃんが生まれてもすぐに亡くなってしまうことも多く、またそもそもの寿命が短いため、縄文人たちは子孫を残すため日常的に性行為をしていたと言われています。とはいえ、このやり方で一定の人口を維持し絶滅を免れるためには著しく高い出生率が求められます。何せ15歳以上の女性が平均寿命である16歳になるまで2年に1回の割合で出産してくれないと縄文人は絶滅してしまうというラインです。出産は女性にもかなりの負担がありますが、その限界に近いスパンで出産してもらわないと集団の存続が難しいという状態でした。縄文時代の性事情と驚くべきテクニック。種の存続のため縄文人は日常的に性行為を行っていたと先ほどお伝えしましたが、実際はどのように行っていたのでしょうか。電気のような明かりがなかった縄文人たちの性生活は主に日中野外で営まれていたと考えられています。開放的にも程がありますね。夜は火を起こしてそれを明かりにすることができましたが、夜には狼などの猛獣も活動しており、安全ではなかったため、性行為を安全に行えるのは昼間の明るいうちにということになっていたようです。現代のように性行為は隠すべきことという羞恥心も縄文時代にはなく、人前ですることも当たり前でした。そして集落の子供たちはその性行為を見ながら、自然と性行為とはどういうものかを学習していきます。性教育も兼ねていたというわけですね。子孫を作るという目的で行われている性行為なので、避妊に関する知識はほぼなかったに等しいはずですが、現代人とは比べ物にならないほど体力もあった縄文人たちは、実は性行為の技術にとても長けていたと言われています。現代人とは運動量が違いますから、体力も桁違いに強かった縄文人男性は、一度性行為を始めると一晩中でも行うことができたというから驚きです。体力どうなってるんだ。しかも縄文時代の人々は男性女性ともにその絶頂を迎えるタイミングを自在にコントロールできていたとか、
誰から教わることもなく、とてもテクニシャンだったのですね。縄文時代よりさらに前の政治上、思えば旧石器時代にはほぼ裸でマンモスを追いかけていた我々の祖先。そんな原始人の時代においては、性生活は異色と同じで、誰に隠すでもなく本能のままに行われるごくごく自然なことでした。現代のように結婚やパートナーという概念はこの時代にはなく、特定の相手は持たなかったと言われています。さらに旧石器時代には集団生活をしている男女が本能の赴くままに性行為を昼夜問わず行い、原始人はより動物的な存在であったとされています。それから何千年と経ち、武士の時代には一夫多妻制が敷かれ、その後明治時代になって法整備が行われ、ようやく1対1のパートナーを持つことが一般的となりました。縄文人たちがいてくれたから今の私たちがある。かなり赤裸々に説明しましたが、いかがでしたでしょうか。気候変動も激しい中、寿命も短く厳しい環境で生き残るために行われていた縄文人の性行為、彼らが死を絶やさずにいてくれたからこそ、今の私たちが大切なパートナーと愛を確かめるスキンシップの一つとして性行為ができるようになったのだと思うと、感慨深いものがありますね。今回の動画は以上となります。この動画が少しでも勉強になりましたら、グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。